どうも皆さんこんばんは、初めまして。岸田聡と申します。昔ちょっと歌手にですね、同姓同名で名前だけよくお覚えていただけるんですけども、今鴨下さんの方からご紹介いただきまして、私は本場大島紬と言いますですね、着物ですね、主に着物素材になります織物 の製造元といいますか、織元の方をやっておりまして、ご紹介いただきました、私の曽祖父の代からこの家業をやっておりまして、私でちょうど4代目になりましてやっております。で実は私はですね、もともとこの仕事をやってたわけじゃなくてですね、サラリーマンやっておりまして、大学出てすぐに10年ほどサラリーマンやっておりまして、同じような繊維の業界だったんですけども、その中でですね、いろんな例えば全国にある繊維の産地だったりとかですね、海外のこう輸入をしていただける国の産地なんかを見て回ったんですけども、ふと自分の田舎に帰ってですね、自分が今まで触れてきたおじいちゃんおばあちゃんが持っている旗織りという目の前にした時にですね、非常にこう日本にはこんないい伝統文化がまだ残ってるじゃないかなというのをですね、ちょうど30ぐらいの時にまざまざと感じたのはおかしいんですけども、思い直す機会がありましてですね、父なんかはもう全然その実家を継げとは一言も言わないですし、まあ、も自分のこと好きなことやって、俺の代でこの仕事は終わるよというのは明るく言ってたんですけども、自分自身の中でなんかそれはすごく使命に感じましてですね、なんとかこの仕事といいますか、この文化を残したいなという、伝統技術を残したいなというので、独立しましてですね、今日に至ったわけでなんですけども、そうですね、なかなかこう普段こう接する機会がないと思いますので、製造工程の話とですね、あとそれに関わる職人さんの私が日頃感じているような話をですね、させていただければと思っております。で大島紬というのはですね、奄美大島っていうご存知ですかね、小さい島があるんですけども、ちょうど鹿児島と沖縄の間ぐらいに位置しまして、もう言葉の文化とかですね、あと食事の文化も沖縄よりですね、ほとんど昔は琉球文化とあと薩摩の文化が融合したような島なんですけども、そこで作られてます。でなぜその奄美大島でしかできないかというのはですね、一つ染めの方の特徴がございまして、織物、編み物を想像していただければいいんですけど、まず生糸ですね、シルクの糸を、白の状態から染めていきます。その時にですね、奄美に生息するこうシャリンバイっていう、梅の仲間なんですけども、それを窒化してですね、煮立していくんですけども、煮出すとそのちょうど赤ワインのような真っ赤の染料が出てきまして、その染料を白糸染めていきます。であとはですね、その染めた糸を今度本当の田んぼですね、泥炭の中に持っていくんですね。その赤の染料と泥炭の染料を交互にもう何十回と染めていきますと、それが自然に化学反応を起こしてですね、真っ黒の色になっていくんですね。その泥染め技術というのが今どこの世界探しも奄美大島の泥炭でしかできないんだよということで今やってまして、非常に貴重なその泥炭といいますかですね、場所になっています。でそのなぜそこでしか染められないかというのはですね、普通の田んぼですと細い繊維の糸を染めるとですね、手でもんで染めるとやっぱ切れちゃうんですね。いろんな微粒子といいますか、繊維が粗いものですから、奄美大島 の田んぼの泥はですね、こうすくうとすごいサラサラ、手の下が落ちていくような柔らかい土とか泥でですね、あとそこに微生物ですね、田んぼがありまして、その裏側にもほとんどその山ですね、森とか林があって、その下にちょうど田んぼができてるんですけども、そういう場所をあえて選んでやってるんですけども、なぜかというと雨が降ると草木がその雨を吸い込んで、根っこからその水がずっと流れてきて田んぼに流れてくるんですけども、そうすると自然の微生物であったりとか鉄分が非常に豊富な田んぼが勝手にできちゃってるんですね、その田んぼの中に。でその鉄分と微生物がうまく融合してその化学反応を起こすと言われてるんですけども、そういった不思議な力といいますかですね、自然な力がありまして、昔はですね、やっぱり高級素材だったものですから、薩摩の役人に献上するもので、最初の方はその初期段階の赤の織物ですね、真っ赤っかの茶褐色の織物だったらしいんですけども、とあるその奄美の島民といいますかですね、自分で作ったその着物をですね、娘のために残したいというので家に隠してたら、役人が来ましてですね、こう自分の家をなんて言いますか、くまなくこう持ってるやつはいないかということで探した時にですね、たまたま目の前に田んぼに隠してたと。で数字が上げたらそれが真っ黒に染まってたとかですね、そういったいろんな伝説的な話も残ってますし、あとは染めていきますと鉄分がやっぱり少なくなってくるんですね。そうすると
染めがだんだん染め付けっていうのが悪くなってきまして、綺麗な黒色が出なくなってきます。そうするとですね、ソテツって植物ご存知ですかね、こうトゲの入ったですね、その葉っぱをちぎって田んぼに入れておくんです。そうするともう勝手に腐ってですね、そこからまたあの鉄分が復活して田んぼに戻るっていうですね、その、まあ、自然輪廻じゃないですけどね、それを繰り返しながらずっともう1300年も続いてまして、まあ、あの誰が言ったかその鉄が蘇るからソテツって書くんだよっていうですね、そういうのをですね、あのずっと今までその言われてるような例がありまして、まあ、そういったまあ本当不思議な織物といいますかね、あります。で、あの特にあの日本の染色織物とかあと染め物文化は奄美に限らずですね、北沖縄から、まあ、北海道から沖縄まで沖縄までですけども、各産地でですね、その日本はやっぱ四季がありますから、四季に応じたその染色技術というのも定着してるんですね。やっぱり北陸の方行きますと、やっぱ雪でこう晒してみたりとかですね、まあ、京都は京友禅の友禅流しというのもありますし、またその自然の中で何かこう培ってきた織物文化、染め物文化というのは日本の伝統技術として残ってきてるんですけども、なかなか昨今はやっぱりそういったその技術の良さであったりとか、あの職人さんがどうやってこういう技術を今まで伝承してきたっていう、それをまあ世に広めていく機会が少なかったと思うんですけどですね、なかなかこう私の方で何とかそれをこうより多くの方に知っていただきたいというのがありまして、まあ、今のこの仕事に就いたわけでもあるんですけども、当初はですね、やっぱり20代後半でやった時にですね、非常にその格好が先行しましてですね、まあこのままもう作って流して売れるだろうという感覚でいたんですけども、なかなか何て言いますかね、その気持ちが伝わらなければ物も売れないんじゃないかなというのを非常に肌で感じました。